皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今回は東京のいろいろな場所で撮影した動画です。有名な人がたくさん出てくるので、ぜひ最後まで見てください。まずは表参道で撮影した動画を見てください。皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今東京にある表参道駅にいます。今日は特別なゲストがいます。ゆか先生です。過ぎちゃったよ。皆さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日は表参道でおでんを食べます。ゆか先生セッティング中です。今日暑いですね。多分35度かな。確か、うん。あ、でも夕方だから少しはマシになったかな。お店に着きました。おでんばうまみというお店です。入ってみたいと思います。撮影許可取ってるので大丈夫です。皆さん見てください。おでんです。おいしそう、すごい。これが餅巾着ですね。はい、お餅が入ってますね。とちくわぶ。はい。とちくわ。おいしそう。と昆布。とアジのつみれが。あ、大きい。とがんもどき。とはんぺん。わ。これ車麩ですね。これ珍しくないですか。珍しいです。富山おでんとかがよく使ってて、でうちは全国のものを使ってるのでそれを使っている。車輪に見えるんで車麩っていうですね。あとおでんのじゃがいも。じゃがいも、じゃがいも、だしすって。あと焼き豆腐かな。とあとさつま揚げが。わあ、美味しそう。はい。と鶏のつくねがこんな感じで。ありがとうございます。はい、で、まあ、右側に特番に今週の日本酒みたいな感じで、あ、左が今週のおすすめみたいな。ありがとうございます。右上に日替わりのおでんっていうのをやったりとかして。すごい、皆さん英語のメニューありますよ。今聞いたら結構あの外国人のお客さんもいらっしゃるそうなので、皆さんもぜひチェックしてみてください。概要欄にお店の情報を貼っておきます。すいません、梅酒ってありますか。梅酒は置いてない。ああ、わかりました、大丈夫です。すいません。ちなみに白桃サワーを、あのサワーじゃなくて水割りってできますか。あ、じゃあ白桃水で。水と、あ、私生ビールの小さい方で。はい、小さい方で、はい、わかりました。ありがとうございます。あ、食べ物の注文もいいですか。はい、おでんの盛り合わせ、ハッシュ盛り、ハッシュ盛りとだし巻き卵、だし巻き卵ひたひたとお刺身の盛り合わせ。お刺身3点もありますね。はい、とりあえず以上でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ飲みましょう。乾杯。美味しい。私は炭酸が飲めないので。そう、サワーがダメなんですね。だからお店の人にサワーじゃなくて水割りでもいいですか、水割りできますかというふうに聞きました。私動画の中でお酒飲んだの2回目くらいかもしれない。そうですか。しかも1回目はもう 2,3 年前かな。あんまり飲まないんですけど、そう、ちょっと今日は特別いただきます。はーい。わー、左からわらさ、ブリの1つ1個小さいサイズですね。とカツオとホロダイというタイですね。わらさ、カツオ、ホロダイ、おいしそう。ありがとうございます。おでんが大根、車麩、こんにゃく、ちくわ、焼き豆腐、鶏つくね、
卵、はんぺん、牛すじですね。なんかじゃがいも気になってたんで1個このサービス、優しい、ありがとうございます。そうだ、そうからしをねつけて食べるんですよね、うん、すごいすごい今ゆっくり言ってくれました。え、思いました。すごいなんかゆっくり分かりやすく話してくださった。あ、はい、ありがとう。結構意識してるかもしれない。いただきます。車麩、すごい、すごいですね。ふわふわ、柔らかいです。これつけてください。あ、つけてください。からし、私はつけません。いただきます。出汁が染みてる。すごくない？めっちゃ染みてます。なんだろう、出汁のジュース飲んでるみたい、うんうん、めっちゃ美味しい。大根すごいですね、出汁の塊。大根すごいね、柔らか、見て柔らかいのが分かる。だし巻き卵、ひたひたですね。本当にひたひただー。だしがひたひたですね。いらっしゃいませ。おいしそう。だしカレーライスですね。失礼します。日本語の森の YouTube チャンネルにも、この日に撮影した動画があるので、ぜひ見てください。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。これからお会計をします。すいません、お会計お願いします。クレジットカードでお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったね。よし、じゃあゆか先生、次は代官山に行きます。はい、代官山に着きました。こちらはカフェも併設されているドレラというアートギャラリーです。この動画は8月に撮影しました。イラストレーターとして活躍している松村あさみさんの個展を見に行きました。ね、はい、こちらの絵を描いた方です。すいません、自己紹介お願いします。松村あさみと申します。よろしくお願いします。すごい、いつ頃からこの絵を描かれているんですか？そうですね、子供の頃から絵を描くのがずっと好きだったので、その頃からずっと積み重ねで描いてきたもので、現在に至るという感じですね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん聞いてください。私がもう何年も前から中国語勉強するために見てたユーチューバーさんがいて、今めっちゃ今泣きそうで何言ってるか分かんないんですけど、こんにちは。こんにちは皆さん。赤手先生。やばいやばい。赤手の日本語教室。やばい。動画見させてもらってたんですよ。そうなんですよ、先生。本当に泣けそう。先生の動画を参考にして日本語を教えてたんですよ。大変大変、ね、180万だよ。知らなかったので嬉しいです。いや、私こそ最初に茜先生って言ってもらって、はい、最初に気づきました、入ってきた瞬間。嬉しい嬉しい。皆さん、リュー TV 概要欄に貼っとくのでぜひ見てください。皆さん、いろいろかな、リュー TV の視聴者。いや、絶対います絶対います絶対います。ありがとうありがとうございます。ハンバです、こんにちは。すごい、ずっと前から知ってました。結構前見てたんで。本当ですか。嬉しい。アンバーさん、私の先生です。アンバーさん、日本語の発音が本当にみんなあれですよ、日本人じゃないですよ。すごいですよね、本当に。アンバーさんのチャンネルも概要欄に貼っときます。次は飯田橋にあるこちらの香港料理のお店を紹介します。今日は去年一緒に撮影していただいた私の恩師、中国語の先生ですね、黒沢先生に来ていただきました。你好、雷侯、雷侯。広東語、広東語なんで今日は香港料理なので、ちょっとね、広東語で話してもらいました。よろしくお願いします。あともう一人、去年じゃない、2年前に一緒に撮影してくれた浩平くんにも来てもらいました。あ、大家好、こんにちは。結構昔、茜先生のチャンネルに出演させていただきました。
YouTube をやっております。108万人の登録者数がいるんですよね。いや一応はい、ありがとうございます。浩平くんの YouTube も概要欄にあるのでぜひ見てください。音楽系ですよね。はい、はい、ありがとうございます。たくさんメニューがあって、なんか多分これとこれ、エクタルトはすごく有名だと思います。他にもなんか炒め物とか肉料理とか本当にたくさん種類があります。で最後に頼みたいのはやっぱり香港といえばミルクティーですね。あれミルクティーどこ、あこれかこれか、ミルクティーですね。香港式のミルクティー、さ来ました。これはエビ餃子ですね。でこれがなんだっけ日本語の名前、もみじ、すごいめっちゃ大きいすごいバターがすごいですね。バターが挟まってます。どうですか、好吃吗？メロンパン、メロンパン、メロンパン、メロンパンにバター入ってるみたいな。先生はどうですか、懐かしいですか懐かしいそう先生は昔香港にね住んでたことがあるので懐かしいそうです。香港式ミルクティーが来ました。お店の情報はこの動画の概要欄にあります。今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございます。そしていつも素敵なコメントも本当にありがとうございます。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。